いけるんやね。これ声出さな無理な。釣れますか？釣ります。はい、お、釣れてる釣れてる、やったー。わ、2匹釣れてるやん。うまい。はい、はい、はい、ただこれ、はい、ありがとうございます。じゃあ俺はね、俺でね、よいし、じゃあお疲れ様です。よくいただきます。うまい。これ知ってる？よいしょ、0.0、すげえ。これ
ほんまに普通にビール、ね、一番ノンアルコール飲んでて、これ一番ビール、うん、こいつに確かサダのホールをここにこれに差し直して、はい、でサダのやつをこっちに、サダはもうエキサパイプ、こんな感じ、あいやあのここがまっすぐなんです、ここが、ってことは真四角、長方形とか、長方形、こうだ、なんかさ、前さ、私呼ぶときにさ、サダって言って、なんか、ナオコさんがニーヤンのことをサダって、だいぶ問題ありやん、あと寝かしといたらいいんちゃう、あ、そっち、あ、ぶっちゃうと思いました、それは知ってるよ、こじらせる、あーあーこれも洗わなあかんじゃん、これ一回こっちに保温力高まるかもしれないですね、だから嫌やねんこいつ、あ、いや、一回洗う、洗う、洗う。洗うけど、家でもあんな感じですか。でしょうね。なんか、デジャブか。同じことしてるんですか。もう一回、もう一回。もう一回やったら、俺もこの肉投げつけるわ、とか。説明してたら説明言わんでいいって言われたから、うるさいですよね、なっつった今言っとくけど、今回も編集俺やからいいんじゃない、うわー完璧、焦げもなす、なすちょっとありましたけど、ローストビーフ丼ですかこれは、そうです、シャリシャリするいや、まあ最高、これめちゃくちゃうまい、いただきます、うまっ、うまいやろ、めっちゃうまい、うん、おいしい、めっちゃおいしい、サダさんが買ってきてくれたビール、めっちゃうまそうやね、これ全部開けています、あ、いい音、ありがとうございます、じゃあ、なおこさん、白ビール、ありがとうございます、はい、じゃあ、僕、IPA いただきます、それ、せんのじゃないちゃいます、これだけ違うパターンとかあんの、改めまして、お疲れ様です、お疲れ様です、なおこさん、顔真っ赤っかやで、そう、
手の甲の血管具合が浮き出てる具合が女性ファン増えますね。なんでその思ってないことすらすら言えるな、よく営業なんで。じゃあもうやめ、完全に営業トークやんけ。なんかよくわからんパン。うわ、うまそう。ちょっと何かだけ。やわらか。めっちゃ美味しい。去年と一緒のこと言ってたよ。やわらかは。去年より柔らかいっす。あとサザエの刺身初体験です。あ、そうなの。はい。コリコリやろ。美味しい。早っ。めっちゃコリコリやろ。めっちゃコリコリ。確かに食感がちょっと違う。めっちゃいい家やな。ちょっと土曜日やで。抜けすごい。平日よ。それもあの夏休みの平日じゃなくて土平日。はい、ありがとうございます。